いつもロペライアアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデスベンツ CLA250 シュポルトをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、特に目立った傷はございません。走行距離約5000キロと低走行なお車ですので、非常に綺麗な状態を保っております。外装色はカルサイトホワイト、インテリアにはブラックレザーが組み合わされた1台です。こちらのグレードは2016年よりデビューしており、最新のメルセデスデザインが採用され、よりスポーティーなプロポーションを実現しております。ヘッドライトには標準で LED ハイパフォーマンスライトが装備されるようになりました。さらにフロントグリルもデザインがリフレッシュされ、より迫力のあるフロントフェイスとなりました。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され、馬力は218馬力を誇ります。フォーマチックシステムが組み合わされ、安定感のある力強い走りをお楽しみいただけるモデルです。足元にはシュポルトのグレード専用18インチのアルミホイールが装着され、足元からかっこよく決まったお車です。さらにこちらのお車には希少なオプションの大型のガラスサンルーフが装着されております。よりエレガントなエクステリアを実現しております。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。テールライトは新しいデザインが採用された LED テールが備わっております。またマフラーとバンパーが一体型になり、よりスタイリッシュなデザインとなりました。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクの開閉は手動でも行っていただけますし、ハンズフリー機能が備わっておりますので、トランクの下に足を入れていただければ開けることが可能となっております。また十分な広さを確保しておりますし、トランクスルーの機能も使っていただけますので、より多くのお荷物を収納することが可能です。また全体的に使用感も少なく、綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。車内は黒で統一感がありますが、各所にレッドステッチが施されておりますので、刺激的な車内となっております。シートはブラックスポーツレザーシートが備わっており、ホールド感のある乗り心地が魅力的です。それではエンジンを始動させていきます。ETC カードが挿入されていません。ステアリングは3本スポークのスポーツステアリングが備わっております。またパドルシフトにて変速もお楽しみいただけます。また標準でレーダーセーフティーパッケージが備わっておりますので、ブラインドスポットアシストやディストロニックプラスなど安全なドライブを実現しております。ナビゲーションに関しては純正ハードディスクのナビゲーションが備わり、車内では地デジの視聴も可能です。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも使用することが可能となっております。シフトには7速のオートマが組み合わされ、高い燃費性能を実現しております。こちらのお車にはオプションでハーマンカーノンサウンドシステムが備わっておりますので、車内では上質な音楽をお楽しみいただけます。運転席と助手席にそれぞれシートヒーターが備わっており、寒い季節も快適にお乗りいただけます。続きまして後部座席のご紹介です。使用感もなく綺麗な状態を保っております。またボディのシルエットがクーペのフォルムをしたお車ですが、パノラマサンルーフが備わることにより開放的な車内を演出しております。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2016年モデルメルセデスベンツ CLA250 シュポルトをご紹介させていただきました。走行距離わずか5000キロのお車ですので、内外装ともに綺麗な状態を保っております。最新のメルセデスデザインに加え、
大型のガラスサンルーフが備わることで、ダイナミックなプロポーションを実現しております。日常使いやお出かけなど幅広いシーンでお使いいただけるお車です。新車保証も平成31年11月まで長く残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。